はい、どうも皆さんこんにちは。ピオチキチャンネル、ウェブ主のピオタです。さあ今回もお嬢様をいじっていきたいと思います。はい、今回挙げていくのはですね、よっこらせと、宅配ピザフルーツの盛り合わせ松茸ご飯。美味しそうですよね。どれも松茸ご飯とか食べたことないもんな。奮発なのに宅配ピザ、宅配ピザ、宅配料が高い。そうですよね。ピザもね、宅配料ないやつっていうかね、宅配をしないようにそういう風にサービスをやるところとかあったりしますよね。あのドピノピザとか、ドピノね、ドピノさんとか、そういう感じとかがなんかテイクアウトだとねお安くなったりしたりいたしますけれどもね。まあ宅配料が高い、確かに。だからといって奮発かと言われたらそうでもない気もする。行きましょう。お、ピザ？てかよく高麻館まで宅配してもらえましたね。随分な距離ありそうだぞ。しかもこれはうちで焼いたんじゃなく宅配のやつね。初めてナイフとフォークがちゃんと見えるわ。店のやつだから味に間違いはないでしょうけど、宅配ピザってやたらと値が張るのよね。まあそうですよね。手間暇、宅配料、あとは儲け、いろいろね、かさんでくる上に高くなりますよ。まあ美味しそうだからいいけど、まあ宅配ピザでまずそうなものはなかなかない。お召し上がりください。あ、手がなんだろうな、後半のものを押したくなるけど、まあまずは普通に食べてもらいましょう。味の感想をどうぞ。いただくわ。もぐもぐ。あちちち。この顔であちちちって言われるとな、熱くなさそうに見えてしまう。うん、美味しいわ。さすが店が作っただけはあるわね。味もバッチリ、とろけたチーズも美味しいわ。でも昨夜だったらもっと美味しいのが作れるんじゃないかしら。そうですよね、昨夜さんだったらあの普通のピザ職人が生地を伸ばすような段階のあのくるくる回すやつを時止めをしつつね、もう本当に完璧な円形にして、どこの点もムラがないようにして、でソースもまんべんなく塗ってっていうことがね、時止め能力持ちならいけそう。能力の無駄遣いにも程がある。かまどが小さければ新設してもいいわよ。そうですか、じゃあお嬢様のね寝室のところに作らせていただきます。やってみなさい、期待してるわ。あざます。許可もらえましたね、かまどを作る。さて次は、まあね、ちょっと手を滑らせてみましょうか手を滑らせてみましょうかっていうのもなんですけどもね。まあ美味しそうだからいいんだけど、手が、あちゃー綺麗に全部を顔面で受け止めましたね。死ぬぞこれ、下手すりゃ顔面全部やけどだぞ。あちゃーって、どっかの韓国映画みたいな感じになってる。ほわちゃーみたいなね。あ、これで終わり？ひどいわ。よかった。でもね、よっぽど暑かったんでしょうね。泣いてますよ。なんか悪いことをした気にもなりますけどもね、なんかもう一回見たい気もするっていう分 S なんですかね。じゃあちゃんとね、あの熱いものを揚げた後はね冷やしましょう。フルーツ盛り合わせ。ん？どうかいたしましたか？すげえ、そのまま食えるフルーツが少ねえ皮むかねえと食えねえじゃん。いわゆるフルーツの盛り合わせね。そうですね。どうしました？切れよ正論です、ド正論ですけど。いやーでもさ、レミリアさんならあのサクヤさんがお嬢様メロンですみたいな感じでシュッて投げたやつにスピアザグングニールとか言って、あのちょうどね、グングニールの槍の先端をシュッとさせば、あらまといううちにね4等分になるんじゃないんでしょうかね。そもそも昨夜さんがナイフを武器にして戦ってんだからね、いつでも常備してるってことですからね、切れるでしょうなんで丸ごと出してんのよ。いやー、だってフルーツの盛り合わせですし、フルーツを盛ったんですよ。お嬢様ならいけます。自分で切れや
そっか、切れて、自分で切れやっていう咲夜さんが切れてますよね。うん、ま、お嬢様ならね、いけます。いけ、いけ。私を何だと思ってるのよ。吸血鬼だと思ってますけど。ねえ、そんなワイルドじゃないでしょ。いや、人の生き血をね、すするのってワイルドだと思いますけど。まあ、リンゴ丸くかじるくらいはいけるけど。キウイとかどうでしょう、丸かじり。周りケバケバしてますよ。素でメロンとかパイナップル食べるのはきついわ。でもメロンはいけると思いますけどね、洗えば。農薬とかがダメなだけでね。別に皮とかごと食べたことありますけど、そんなにね。うん、まずくはない。パイナップルは食べると刺さります。これ自体は嬉しいんだけど、やっぱ切ってきて。一緒にお嬢様の羽も切りますよ。うん、なんか時折サイコパス的な発言をしてしまうこっちは何なんだろうな。全く書いてないのにサイコパス的な発言をする僕自身は。まあとりあえずね、切れよって言われて、咲夜さんはブチギレたんで、あ、何言ってんだ、自分で切れや。おい、今悪態ついたでしょ。聞こえたわよ。いいわよ、自分で切るからナイフちょうだい。ほらよ、何持ってきてない。じゃあいいわよ、自分で取りに行くから。自分お手製の槍があるでしょ。槍が、スピアという名のね、グングニールという名の槍があるでしょうが、それで頑張って切りなさい。下手してなくても多分果物はコッパみじんですけどね。じゃあ最後はね、まあ幸せに終わらせてあげましょうよ。あ、終わるって死ぬってわけじゃないですよ。松茸ご飯、この香りは、うわ、うまそう。松茸ご飯だわ。顔からもうなんか目から光がなくなってんのが怖いんだよな。何、どうしたの今日、なんかいいことあったの。普通それ赤飯じゃない。奮発してみました。安く手に入ったので白玉露を潰したお祝いです。まあ奮発してみましょうが。いいわね、たまにはキノコの王様のだけあるわ。まさかタケノコも入れろと言ってくるのか。早速食べてみましょう。もぐもぐ。うん、まあ美味しいわね。まあね、食べたことないんでわからないですけれども、うん、松茸は香りがね、上品ってことで香りを楽しむっていうことをよく聞くんでね。うん、まあ松茸使ってまずかったらそれはそれで大事だけど、飛び上がらんばかりに美味しいってほどでも、そこは飛び上がってくださいよ。奮発したって言ってるじゃないですか。美味しいといえば美味しいけど、香りと風味を楽しむものだしね。そうですよね。だから素材本来のね、感じを出すような、まあ炊き込みご飯やらね、そのまま焼いたりする、そういう他のね、ものと打ち消し合わないものにするのが松茸はよくね、合うんじゃないかなと個人的には思っております。調理したことはないですけど、味付けと炊き方によってはもっと美味しくなるのかしら。さきや、次までにもっと研究しておきなさい。わかりました。研究するためにね、松茸をまあ500本ほどね、買い占めるので、資金ください。美味しかったわ。大変ご満足なようで、よかったです。じゃあね、まあ、揚げていきましょうよ。松茸ご飯。松茸ね、安く手に入ったんで。ほうほう、いいルートを見つけたのね。そうなんですよ。どこかのね、ちょっと、へっへっへ、お嬢さん、お目が高いようで、みたいな感じのことを言っているね。どっかの手こまねいたサングラスのおじさんから安く買ったんですよね。本物であれば安く手に入るのに越したことはないわ。いや、ちょっと本物とは、しきりにね、これは本物だよ、偽物じゃないよ、偽物じゃないんだよ、みたいなこと言ってましたけど、まあ本物って言ってるんでね、本物だと思います。早速食べてみましょう。もくもく。うん。反応は、同じじゃねえか。というね、結局、一点に収束してくる。収束しちゃダメだわ、一点に。で、最後。まあ、白玉露をね、潰したお祝いとして買ってまいりました。マジ？マジかは知らないです。
なんでそんな大ごと私に黙って遂行してんの？特に意味はないです。お嬢様寝てましたし、まあ、確かに幻想郷の一大勢力の一角ではあるけども、別に言うほど敵対してないし、何も潰さなくても大丈夫です。あのね、あのここのところにあってね、あのお金をちらつかせてね、購入いたしましたんで、パワーバランスの均衡が崩れても嫌だし、この椅子を潰したらね、白玉楼の方々もあなたのね下につくということになりますし、まあどこかのね、あの UUK さんがここの下についたことによって、ここのね食糧難が凄まじいことになりそうですけれども、まあとりあえずね、いろいろ言いましたけど嘘です。よね、焦ったわ。よねってなんだ、よねって。でもなんかこのよねっていいな。菓子折り持って謝りに行くとこだったわ。なんで白玉露を潰しに行ったところでさ、ごめんね潰しちゃって、菓子折り持ってきたからこれでちょっとなんとかなるかい。そういうの勘弁してよ。まあいいわ、とりあえずこれ消化しないと。早速食べてみましょう。もぐもぐ。そしてまた一点に収束してくる。昨夜さん3回研究しろと言われたんでね、まあとりあえずレミリアさんに、まあ、1500万ほどをね、まあ請求しておきます。まあ今回はこんな感じといたしましょう。次回、ミートスパゲティ巨大パフェ巨大ケーキをあげていきたいと思います。そこの1個下がね、ちょっと見ちゃいけないレベルのものがなんかね、いろいろおぞましいものが見えますけれども、まあなんかね、ここの前回、今回やった場所はね、あんまり取れなかったのに、次行く場所、すっごい数あるんですよ。どんな選択肢が来ても安心な気がします。では、今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。じゃあね。